たどり着いたようですわね。父上。そして最強の執行者か。よくぞ参った、ナウラ、リーンに7組の者たちよ。ここまで至れたそなたらの成長は改めて嬉しく思う。やはり記憶も人格も磁石閣下そのものなのですか。俺の時とは根本的に違うみたいだな。ああ、仮面は飾り、あくまで呪いの強制力ってやつらしいな。それでもなお光を失わねえのはさすがってところだろうが。やはり孫をことなく父上なのですね。ならばやはりこれは好機。全身全霊をもって挑ませてもらいます。今こそあなたを超えるために、あなたの娘として奥義を受け継いだアルゼイドのサンドロットの伝承者として。ラウラ。それでこそ我が娘だ。マクバーン、あなたは一体どういうつもりでそちらに。世界の終焉、あなたがそのようなことに興味があるようには思えませんが。まあ確かに興味はねえな。この世界が続こうが終わろうが、正直俺には知ったことじゃない。俺が俺らしくあれる熱い戦いがそこにあるのかないのか。ただそれだけだ。世界の終わりが知ったことじゃないだと。やはり意味は分かりませんが、今はそれどころじゃなさそうですね。ああ、帝国最高の剣士と最強の執行者、どちらもあまりに高い壁だが、進むべき道を阻むならどうあっても乗り越えるのみだ。見せてもらうぞ、ラウラ、リー、斧が剣の先に掴んだもの。参ります、父上。我がアルゼイドの剣を持って。今こそ乗り越えさせてもらうぞ、火炎魔人。市場の出し物に負けないよう踊り狂うとしようぜ。さあ乗り越えてみせるがよい。せいぜい決まってみせろや。登場ってな。お任せください。やっ、ありがとうございます。視線がいい。私の番ですわ。はっ、俺の番だな。まだまだこれからだ。私の番ですね。私の番ですね。はい。行きます。我が運。俺の番だな。お任せください。
気を感激ですわ。そこまでだ。強制アルゼイドが死ぬ。すぐに手当てを。許さん。しまらねえな。行きます。息吹を感激です。皆さん、はい、やっ、ありがとうございます。私の番で視線がいい。そうか、そうか。すぐに手当てを。助かる。すぐに処置します。行きます。戦闘終了。まだまだ。見事だ。あ、決まった。大事はない。呪いでせき止められていた痛みが一気に揺れ戻しただけだ。奥義伝承の先、改めて見届けた。そして全てはそこからであるのもすでに分かっているようだな。はい、力と剣は己の続きにあるもの。そこに込める魂こそがアルゼイド流の真髄であることも。この立ち合いも必ずや己が魂の糧として見せます。うん。アルゼイド流の輝き、しかと見届けさせてもらいました。いいね、なかなかの仕上がりじゃねえか。火炎魔人、まだ余力を残していますわね。どういうつもりだ。今回はあくまで磁石閣下のサポートに徹していたみたいだが。そういえばま、花を横取りすんのも興ざめだろうからな。むしろ本番はここからだろ。第2ラウンドと行こうじゃねえか。検証の娘はともかく、灰の小僧クルーガーはまだいけんだろうが。おっと、バンダールの新米もちょっとは見せてくれそうだな。け、あの魔剣まで。いいでしょう、取り戻したなと立場を持って。ラウラと磁石閣下に代わり食い下がらせてもらうぞ。ソードマスターの戦闘不能を確認。ああ、なっ、ガルガンチュアで現れた巨人型の魔光騎兵ですか。バックアッププロトコルサード、侵入者の殲滅を開始。まさか磁石閣下が戦闘不能になった時のために。はあ、しかもこの区画ではバリマールたちも呼べない。クソが、用意周到じゃねえか。
アルベルヒか。こんなもんを仕込んでくれやがったとはな。水をさしてんじゃねえぞ。殿の頼みなれば。残念ながら兄は動けなんだが。まさか父上が連絡を。ああ、マテウス卿が帝国東部で動かれているのは分かっていたのでな。もしもの備えとして助力をお願いしていたのだ。呪いに動かされながらそこまで。すごすぎるだろう。よく頑張りましたね、クルト。七組の皆さんも。父の代わりとしては役者不足だが、この場は何としても切り抜けるぞ。地上で戦うオリビエたちのためにもな。はい。噂の雷神はいないようだが、大したメンツが来たみてえじゃねえか。貴様が強縁とやらか。こうして相対するのは初めてだな。まさしく人外の強者のようですが、せっかくなのでお相手しましょうか。どうやらまだ先があるようだが。それに気づくか。だがやめとくぜ。タワーが溶けちまいそうだしな。何のつもりだ。ま、これ以上はそれこそ野暮ってもんだろう。検証とその娘に免じてこの場は撤退させてもらうぜ。だが本当に面白い場所だ、このエレボニアってところは。今のお前らだったら俺の本気も受け止めてくれそうだしな。まあ、全てはお前らが鋼を超えてからの話だろう。せいぜい楽しみにさせてもらうぜ。最後の日にもう一度会えるのをな。言ったようですわね。あの影は一体。なんだって言うんだ。エマ、やっぱり。ええ。気にはなるが、今は急ぐがいい。障壁の発生機はこの上だ。じきに衛士隊も駆けつけるだろう。父上。確かにそうですね。飛脚閣下は任せるがいい。丁重に外までお連れしよう。我々も後で合流させてもらう。そちらは頼んだぞ。わかりました。兄上、屋上へのエレベーターはそこだ。早速向かうとしよう。
学の実験機材ですから。こんにちは、七組の皆さん。クルーが、いいえ、シャロンさんも。アルカンシェルを目くらましにするなんて考えましたわね。ああ、邪魔するつもりはありませんわ。私が興味あるのは、総国の末にもたらされるもの。あなた方が試練を乗り越えて挑む以上、止めることに意味などありませんから。まあ、アルベリヒさんの要請のまま、あの趣味の悪い最終機体を運び込んだお詫びとでも思ってくださいな。あちらも佳境のようですわね。久しぶりですし、少しだけ見物してから行くとしましょうか。それではごきげんよう。せっかくですから見せてくださいな、人が伝説を超えられるかどうかを。他のみんなも見事だった。なんとかやり遂げたよ、イリアさん、リシャネ。すごい完成です。それにみんな、いい顔をしてくれているね。そういえば、リン君たちはどうなったのかな。あんたって子は途中から完全に忘れてたでしょ。無理もありませんよ。でもやりきれて本当によかった。僕も改めて音楽の力を確かめられたし。そうね、エリオット、あれ、あの人たちまで。
ベール、本当に勝手なんだから。やれやれ、あやつもおせっかいというか、ま、わらわも人のことは言えるか。ディアンヌへの道手伝おうと思うたが、若者だけでなんとかなったのは頂上かのう。そうですね、聖杯の副長に兵ゆえとやらだったか。お初にお目にかかります。いや、なんだか偶然行き合わせちゃいましてね。特にこの先は邪魔するつもりはないんですよね。それはもう諸般の事情で協力もできませんが、この因縁の地でのもう一つの決着、おとなしく見守らせていただきますよ。ふん、食えの男じゃの。まあよい、わらわも見届けさせてもらおうぞ。250年来の友人として、あやつの旅の行き着く先を。ようこそ、新たなる赤き翼へ。再びこうしてあなたとブリッジで話せることを嬉しく思いますよ。こちらのセリフです。大変なご心配とご迷惑をおかけした。殿下と赤き翼の帰還、仮面越しに眩しく映ったものです。お互いに多くのものを失い、そして得たようですな。ええ、本当にご息女や彼らを見ているとね。
始めますわよ。開脚しますわよ。覚えてやがるですわ。せい。やばいのがいるな。気をつけろ。